はい、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 ちょっとこの配信を見ている方、レインさんどうすか、レインさんどうすか、このプレイヤーどうすか、あなたのスポンサーにさ、間違いなく最強プレイヤーです、レインをプロに。またレインさんいい人なんですよ、確かに。あ、レインさんというところで、次は会社が決勝戦、はい、ニエトの対チョコ、またも平和島、はい、ちなみに残っている3人全員平和島、仲良し3人組。あ、平和島、平和島、平和島。さあ、ニエトのはソニックを見せていく。ニエトのソニック、ニエドの竹原使いですからね。ただチョコさんがですね、はい、北斗さんソニックと対戦経験があるので、確かにそうですね。ここでちょっとどうなんでしょうか。まあでもお互い知り尽くしてるはずですからね、はい、まあ、プレイヤーによってキャノンのプレイスタイルってもちろん変わりますし、ニエドさんはなかなか独特な、そうですね、使い方はどのキャラでもそうなんですが、フォックス、やはり信じるべきはフォックスと。またコンボ火力の高いカードですね、お互い。そうですね、いい面白い早い試合が見れるような気がします。これやっぱり注目ポイントとしては、まあ、お互い何で撃墜するかですね。そうですね、チョコはやはり皆さんご存知の通り非常に火力の高い即死を常に狙っています。さあ、会社側決勝始まりました。チョコ対ニエトの終点 DA として、しかしながら 0% では次は続かない。一旦入って、どうしたらいいから雲に当たらず、一度惜しかったな。はい、植木は非常に火力が高いぞ、これで掴めて。と、先ほどからこの空前なんか1ダメしか当たんないですね、はい、なんですか、多分アイスだと思うんですけど、はいはいはい、1ダメあったら何か別の方も狙ってるかなというところで、あ、なるほど、アイスですか、はい、植木を通して浮かせて反撃も植木を、あー、うおー、読んでいた空前メテオからの全てを通していったニエトのコンボ、完全に読み合いが全部をしている。この崖が強い、イメージ通りに敵が動いた感じですね。相談空間空前つなげて、あ、ニエトのコンボは止まらないぞ。なんだなんだこのフォックスは、一旦やり過ごしたいが浮かされたままちょっと厳しいぞ。ダッシュを読んで下差しするが当たらず、さあ植木をバトしてからしっかりライン詰めていって掴まれてしまって崖際の意味合い、駆け上がり空上から回避を読んだが、相手は1回ジャンプで逃げて強火に出し掴み DA で空上やり過ごしていって、あーっと横に立った、あーっ、あー、危なかったですね、ヒヨンも。そうですよ、チーチャージしてもよかったというところでしょうか。ちょっと着信ができなかったか、これは若干手痛いがパーセントリードは変わらないので落ち着いて行きたいところですね。はい、さあ全身読んだか回避を読んだか下スマッシュ当たらず、一旦崖離し横 B で相手のバースト狙っていくが怪しいですが、今日ここでチョコさんがどんどん追い上げてきている。そうですね、パーセント差はジージーと、回避の読み合いには移行できず、空城に合わせていって空城暴れ、 DA で変わりましたね。今ニエトさんも空城全体にしたんですかね。はいはい、さあ着地が厳しいぞ、あ、空城暴れ通していって若干厳しい読み合いになりそうだったか、あー、上スマッシュできなかったか、あー、ところでに持っていきましたね。素晴らしい、スタッフマッシュ合わせて判断遅れてからの、はい、しっかりと吹っ飛ばしの方で殺していく。そうですね、まあ多分当たってすぐに判断するのは難しかったんでしょうね。そうですね、本来であればメテオ等々を狙っていくところだったと思うんですが、切り替えてしっかりバーストしましたね、はい、選ばれたステージはなんとライラットクルーズ、ライラット終点かと。まあ皆さんご存知でもない方も
ちゃうかもしれませんが、まあ、プレートでこちらあの崖の下の方が修正されまして、はい、崖つかまりでなんか変なミスで死んでしまうみたいなことは少なくないですか、はい、あそこの下のモグレーネズミガーシって言っていいんですよね、はい、あそこのところでも壁キックさえできるという、おお、そうなんですね、なってるほど、そうです、しっかり強気に弱に対して反転つかみ通していって、おっとイリュージョンはなぜか封じたで潰されてしまって、お互い様子見がついて、そのクリマル回ってる、テクイ反転見せましたね、クエネから DA、あの反転距離がめちゃくちゃ長いんで、はいはい、でも植木は横に広いですから、ね、はい、まさか植木を差し込んでくるっていう、後ろ向きながら進んでくるんですよね、はい、そして V 向き使うのしっかり通して通常上がり、お見合いを永遠に通していく、クエネを置いてからの各種行動非常に強い、そしてウェイザーズ、駆け上がりにさあして、さて先ほど、はい、同じような展開行きましたが、ね、このガーキギアの強さ、この周囲ガーキギア煮詰まってますね、はい、あ、これは DA で絡めて、おっと暴発か、封じ当たらず、封じろ、しっかり最大リターン取ってきて、着地が厳しいが、暴れ通して、うん、と様子見しました、若干反応が遅れてますが、今みたいに真上でも、はいはいはい、今そうですね、ぬるって、はい、ガーキギに行きましたね、なので皆さんも安心してください、安心ですね、本当に安心のライラックス、昔はなんか頭をぶつけて死んでたんですけどね、はい、というところでニエトのフォックスが淡々とストック差パーセント差を開いていって、ジャストシールドから掴みしっかり飛ばして、さあこの崖崖上がり DA 浮かされて、うん、回避の読み合いしっかりとクルーへ当てていって、さあしっかり精神統一、あーを開けてジャスガジャスガと掴み当たらず、ウイキョーバレ通してしまって、しっかりと相手めくっての確認してウイキョーで反撃、 DA はおっとめくりよっと、めくり確認しっかりしてますね、本当早いですね、 DA ジャンプ着地狩りしていって逆に通されね、 99% もはやバースの余命になってきた、とクエネから即死の読み合いはしっかりボクシングして、さあ掴み通されて厳しいですね、これはと一点読み、あっ上に当たる読み合いには、あっとなんかちょっとチャージ入っちゃいましたね、そうですね、かなりギリギリな感じでしたね、上強でごまかして相手を浮かして、じゃからあーっと横スマッシュ当たんないか、回避を読んだか、しっかりディレイをかけてファイアフォックス直接崖に捕まってイリュージョンを落としていくと、さあ有利状況を作ったまま取りたいところだが、チョコはバースト拒否していって、なんとかチャンスを伺いたい、ガード削られたところに DA 当てて浮かすが、パーセントが溜まりすぎていて次は繋がらず、空城の先端しっかり守る、さあこの空城に合わせて透かし投げ、ただ空城は怖いが、と息を飲むような試合展開、ギリギリですね今の、クエネ当てて、ね、イリジョンしっかり勝っている、あジャンプがなかった、勝ったのはチョコ、ところでチョコゼロさんがギリギリのバーストレース、相手を忘れたせいで、はい、制していきましたと、チョコさんもヒヤヒヤだったでしょうね、そうですね、我慢大会ですね、はい、そしてあら前回と同じカード、全く同じカードが決勝のレイン、さあチョコ決勝戦に駒を進めて、敵はやはり関東の最大の壁レイン。